はい、えー、こんにちは、即価塾の久保です。今日はビットスタートですね。4日目なんですけども、まあ、4日目にしてね、最終回にしようかと思います。えー、可能性のあるんではないかなと思ったビットスタートなんですけども、4日やって335円っていうのは、ちょっと先が見えない話ですね。えさすがにビットコインが値上がりするにしても、国家らね、100倍になったとしても、33,500万円じゃないですか。で、4日でね、33,500万円って、もうやってられないですね。 えー、こういうふうにね、損切りっていうか、早めに結論出すのも大切なことだと思うんですよう。そして、じゃあ全然これが使えないかってそうではなくって、私はね、複数のポイントサイトを同時進行してるから、比較してこのビットスタートは、ん、優先順位落ちるなと思ったんですよ。例えばね、アプリのインストールってあるじゃないですか。これはまあ5円でいいんですよ。うん、5円でね。 でも、この、DMM ビットコインとか、楽天ウォレットとか、アコム年会費とかあるじゃないですか。これね、他のポイントサイトよりも割が悪いんですよね。もし可能性があるとしたら、今の時点でこれをやって、ビットコインの値上がり益を見込めば、将来的にはね、こっちの方が良かったねってことがあると思いますけども、うーん、値下がりすることもあるなってことを考えると、うん、まあやっぱね、あと、税金のこともあるでしょ。 これはっきり言ってビットコインで3000円もらうとするじゃないですか。うん。で、私の場合はこれを日本円にすると、1500円半分が税金なんですよ。ってことはそういうことまで考えると、私はこれ追っかけてらんないなと思いました。もちろんね、これね、あの、このビットスタートだからこそ輝ける人もいると思うんですよ。うん。だからそういう方はこれをやった方がいいです。というのが、例えばアプリのインストールで4円5円10円とかもらうやつあるじゃないですか。これ毎日コツコツやったりとか、あの、このね、 アプリ内ででたただビットコインンンももらえるるみたいななそんなキャンペーンもあるわけですよ広告を見るだけとかね、まあ、そうするとあのこのビットコインがたまっていくのは確かですからでポイントサイトっていうふうに考えると審査があったりとか厳しい案件の条件クリアとかあるんですよねで私の方はあーそういった割のいいポイントサイトとかセルフバックサイトでも全然今の状況だったらこなしていけるんでそっちの方のがいいかなと思いますけどもいろんな状況でね カードが作れないよとか、あ一戸建てのリフォームとかお願いできないよって方もいろいろいると思うんですよ。保険に入れないよとか。そういった方向けではありますよね、これはね。あの、いわゆる手詰まりをしちゃった、ポイントサイトにおいて案件手詰まりをした方は、こっちの方がまあいいかなと思うんですよ。ただ、貯まるビットコインのペースは、むちゃくちゃ遅いですよ。<laughs> むちゃくちゃ遅い。あの、3日で300円とか言ってね、ちょっとこれはね、同行した割の悪さですね。 だからこれしかできないっていうんだったらこれをやっていくのも一つの道だし、えっ、ー、とね、そうです。紹介報酬をもらい続けるっていうのはありますよ。これ友達紹介っていうのができるわけですよ。切り替わんないですけども、なんか。<laughs> あ、これこれ。で、100円相当のビットコインでしょうん、だから100円相当ってことは、モッピーが300円もらえるわけなんですよ。モッピーってこっち。モッピーはね、友達紹介すると300円なんですよ。っていうことは比べてどっちがいいかなっていうのは、 3倍の速度で行く、私の場合はモッピーになるわけですよね。で、こっちを一生懸命紹介しても、案件は金額低いし、こっちの方がいいわけなんですよ、モッピーの方が。A8 ネットとかね。だからいろいろトータルで考えて、しかもビットコインでもらえるっていうのは値上がり益も狙えるんですよ、ビットコインっていうのは。値段が上がると思われますから。ただ、課税されちゃうんでね。うん。課税されることを考えると、やっぱり最初から日本円もらわないと話にならないなと思いました。 で、それがこの4日間で出した私の結論ですね。えー、だからしばらくやってみて、しばらくってことでもないですけどね、4日やってみて、もうスパッと諦めるものは諦めるみたいな感じでね、撤退を私はビットスタートではしようと思います。まあ4日ぐらいで決めれてよかったなと思います。うん。でも楽しいサイトなんでたまに来ると思いますよ。で、まあ1000円ぐらいになったらキャッシュアウトしてもいいかな、みたいに思ってますね。 えー、じゃあ、あのー、ここまでね、短い時間だったですけども、お楽しみいただけたでしょうか本当にありがとうございます。それでは一旦終了です。